ニュースをお伝えします。朝鮮人民軍創建70周年に際して敬愛する最高指導者金正恩元帥にナイジェリア連邦共和国大統領のムハマド・ブハリ軍総司令官から花冠が贈られました。7日中朝ナイジェリア連邦共和国臨時代理大使が関係者に花冠を手渡しました。朝鮮人民軍創建70周年に際して敬愛する最高指導者金正恩元帥に中朝武官団から花冠と祝賀メッセージが贈られました。7日武官団団長であるアレクセイ・バルトソフロシア連邦大使館付き武官が人民武力省のパク・ヨンシク陸軍大将に花冠と祝賀メッセージを手渡しました。7日エルソン・マヨ空軍司令官率いるジンバブエ共和国軍事代表団がクムスサン太陽宮殿を訪れ、偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンウン総書記に敬意を表しました。世界が革命的な正規武力の建設に尽くして成した不正主の偉人たちの不滅の業績を高く称えています。ペクトーサンチェコ朝鮮友好協会はホームページに載せた文で、今年の2月8日は金日成主席による朝鮮人民軍の創建70周年の日である。朝鮮人民軍は土思想に基づいて創建された革命的な正規武力であり、社会主義偉業と国の自主権を固く守っていると述べました。ナイジェリア復興進歩党全国委員長は、偉大な金日成大元帥によって創建された朝鮮人民軍は1950年代の朝鮮戦争で世界最強を豪語したアメリカを打ち倒した勝利の歴史を世紀を継いで輝かせていると述べました。ネパールのインターネットメディアネパール東で国営イラン通信とカンボジアの国営クメール通信も金日成主席の軍隊建設の不滅の業績を称えました。スイス朝鮮委員会とスイス土思想研究会、ベナン金正恩将軍万歳友の会と土思想研究ベナン全国委員会はそれぞれ共同声明を出し、偉大な金日成大元帥と金正恩大元帥、尊敬する金正恩元帥の指導のもとに朝鮮人民軍はアメリカの新たな戦争挑発策動を断固粉砕した。敬愛する最高指導者金正恩元帥の導きのもとに朝鮮の軍隊と人民は国の自主権と尊厳を守り、反帝反米対決で必ず勝利するだろうと述べました。朝鮮人民軍創建70周年に際して7日テソンサン革命烈士陵とシンミリ愛国烈士陵、祖国解放戦争参戦烈士の墓地に花輪が捧げられました。朝鮮労働党委員長で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の労働党と国家軍隊の最高指導者金正恩元帥からの花輪が各烈士陵と烈士の墓地の献花台に置かれていました。党と政府の幹部と党中央委員会、武力、政権機関、内閣、勤労者団体、各省、中央機関の人、朝鮮人民軍と朝鮮人民内務軍の軍人、平壌市民が参列しました。一度テソンサン革命烈士陵の抗日の女性英雄キム・ジョンスク女子の銅像に献花し、ペクトーサンの女性将軍を追悼して黙祷を捧げました。朝鮮労働党中央委員会、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会、朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会、朝鮮民主主義人民共和国内閣共同名義の花輪がテソンサン革命烈士陵とシンミリ愛国烈士陵の献花台に、朝鮮労働党中央委員会、朝鮮労働党中央軍事委員会、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会共同名義の花輪が祖国解放戦争参戦烈士の墓地の献花台に捧げられました。ついで人民武力省、人民保安省、勤労者団体、各省、中央機関、
朝鮮人民軍と朝鮮人民内務軍の各部隊、科学、教育、文学技術、保健医療、出版報道機関、平壌市の党、政権機関、企業、農場などの名義の花輪が捧げられました。一度、弟子たちを追悼して黙祷を捧げました。6日、平壌の女性会館で、2月8日の朝鮮人民軍創建日記念女性同盟中央芸能宣伝隊の講演が行われました。関係者、女性同盟の活動家、同盟員が講演を鑑賞しました。講演では合唱キム・イルソン大元帥万々歳、朝鮮人民軍歌、二重唱、戦勝の年代は今も語ってくれるなど多彩な演目が披露されました。6日、ハンゲ南道チェリョン郡のタムジラン共同農場で、2月8日の朝鮮人民軍創建日記念農業勤労者同盟中央芸能宣伝隊の講演が行われました。関係者、チェリョン郡の農業勤労者が講演を鑑賞しました。講演では女性に住所将軍の前線の道、男性四重唱、兵士は稲穂そよぐ音を聞く、男性六唱、進もう祖孫、兵神前へ、気学重奏、祖国防衛の歌など多彩な演目が披露されました。民族最大の祝日、光明母施設に際して行われる第22回金正恵歌祭典のポスターが出ました。ポスターの中心には天下第一の峰であるジョンゲミネの勇姿を背景にして満開になった不滅の花金正恵花が描かれています。上の方には偉大な金正恵総書記は永遠に我々と共におられるというスローガンがあります。そして光明母施設という文字と祭典マークもデザインされています。下の方には第22回金正恵花祭典という文字と祭典の場所、期間などが反映されています。朝鮮人民軍創建70周年記念切手が出ました。小型シート2種と切手1種で、切手の上の部分には2月8日70周年記念土37、1948、土107、2018と書かれています。土37年、1948年2月8日、朝鮮人民軍閲兵式の壇上にいる偉大な金日成主席の写真がある小型シートには、朝鮮人民軍の栄光に輝く伝統を象徴する革命の聖なる山、白頭山と、反日人民遊撃隊の旗、そして朝鮮人民軍軍旗が描かれています。国の解放後、軍隊建設の路線を新しい国づくりの三大課題の一つとし、その実現へと正しく導いた金日成主席の不滅の業績を伝える朝鮮が軍隊建設の日々をテーマにした小型シートの下の部分には朝鮮人民軍歌の歌詞と楽譜が描かれています。英雄的な朝鮮人民軍軍人の姿が描かれた切手もあります。朝鮮民主主義人民共和国オリンピック委員会委員長のキム・イルグク体育相率いる共和国民族オリンピック委員会代表団が南朝鮮で開かれる第23回冬季オリンピックに参加するため7日平壌を立ちました。応援団とテコンドー師範団、記者団が同行しました。ケソンに着いた一行は9時ごろ南側地域へ向かいました。同じ日、共和国民族オリンピック委員会代表団は南朝鮮の平壌に、そして応援団とテコンドー師範団、記者団は臨場に着きました。これに先立って第23回冬季オリンピックに参加するため南朝鮮に着いた共和国選手団はカンルンと平壌などで訓練に入っています。キム・イルソン・キム・ジョンイル基金理事会、キム・オクファ理事が7日、空路平壌入りしました。南朝鮮のインターネットメディア、統一ニュースによりますと、6月15日、共同宣言実践南側委員会青年学生本部が1日、北と南、海外の青年学生に送るアピールを発表しました。アピールは、
平和と統一を重んじる南と北海外の青年学生は、内外の保守勢力の反統一反平和な策動を粉砕して、冬季オリンピックが平和の祭典になるようにすべきだと述べています。南朝鮮のインターネットメディア民族日報が1日、民族の協調を妨げようとする自由韓国党をはじめ極右保守集団を非難する社説を載せました。社説は、自由韓国党の者たちが北の朝鮮人民軍創建記念日の催しを軍事挑発、戦争準備などと悪辣に中傷している。これに保守政党と極右勢力も加勢している。それほど平和と安全が懸念されるなら、北の内部の行事に干渉する前に、アメリカの威嚇的な核戦争挑発策動に対する反対の立場を示してしかるべきだと述べました。労働新聞8日付に、朝鮮人民軍創建70周年に際して、偉大な金正恩主席が創建した英雄的朝鮮人民軍の行く手には勝利と栄光だけがあるだろうと題した社説が載りました。社説は、偉大な金正恩主席が37年1948年2月8日朝鮮人民軍を創建したのは、父の革命運動にとって大きな意味を持つ歴史的な出来事であった。朝鮮人民革命軍が革命的正規武力である朝鮮人民軍に発展することによって、国と民族の自主的発展のための強力な軍事的保障がもたらされ、無敵の銃に依拠して朝鮮革命を力強く前進させる広い道が開かれた。偉大な金正恩主席と偉大な金正恩総書記は、秀でた軍事思想と非凡なリーダーシップで共和国の革命武力が無敵必勝の意欲を馳せるよう正しく導いた。敬愛する最高指導者金正恩元帥がいるので、朝鮮人民軍は尽きない威力を轟かし、父の革命の大道を勇敢に切り開いていくだろうと書いています。8日の労働新聞に、ゲルツキアなる差し出口と題したチョンピルさん機構の論評が載りました。論評は、共和国の主導的な提案と前向きな措置によって、北と南の間の緊張緩和と平和関係改善の突破口が開かれ、冬季オリンピックを朝鮮民族の大きな喜び事として盛大に迎えようとの熱望で朝鮮半島が沸き返っている。まさにこうした時、歴史の反動であるアメリカと日本に引きを取るまいと、中国の一部の言論が個別的専門家の差し出がましい論調を出して、人のめでたいことをひどく濁している。いつか中国中央テレビ網は、中国社会科学院アジア太平洋及び世界戦略研究院の副研究員が、朝鮮は最高人民会議常任委員会委員長の南朝鮮訪問を通して、自国の開放的な一面を見せ、国際的イメージアップを図っているなどと並べ立てたことを伝え、同じ日、人民日報の英文姉妹誌グローバルタイムズも、中国国際問題研究所のある上級研究員の、核問題が取り扱われない北と南の関係回復は長続きせず破綻しやすいとの主張を載せた。中国のマスコミが持ち出したこうした荒唐無稽な主張を、共和国は他国の民族内部問題に干渉しようとの差し出がましい行為、朝鮮半島の核問題の本質も知らない愚昧な論理、詭弁だと言わざるを得ない。機会あるごとに朝鮮半島問題の平和的解決を運営した中国の専門家と言論が、今の肯定的な情勢の成り行きに顔を背け、冬季オリンピック参加問題を共和国の戦略的問題と対峙させてあれこれと言っているのは、自信のないという人の言動には見られない。これは明らかに朝鮮の北と南が緊張緩和と平和を志向していることが気に入らない者たちの不満の表れであり、北と南の和解のモードに集中された世界の視線を分散させようとの意地悪い言動だ。人に訓示を取れるのが癖となっている中国の一部の専門家と言論は、世界で孤立され排撃されるトランプ政権と安倍政権、
そして荷台の外に押し出された南都村物資集団と全く同じだ。たしりがましく口出しするのは大国というイメージにも似合わないと述べました。以上でこの時間のニュースを終わります。関東にはお伝えしました。こちらは都村の声放送です。そばつの強兵朝鮮人民軍、先進力と装備、そして機動力と打撃力において世界的レベル、戦うなら必ず勝つ無敵の軍隊、攻撃力と防御力を併せ持つ世界の最精鋭の強兵、これは朝鮮人民軍に対する世界の評価です。正規武力の誕生、プチ37年1948年2月8日、朝鮮人民軍の創建を宣言する閲兵式が大阪に執り行われました。当時労働新聞はこう書いています。天を繋がくような金銀弾の銃声が鳴り響き、人民軍の閲兵式が始まった。軍役隊の行進直に足並みを合わせて進む隊伍は船長も飲み込む勢い、撃ち隊伍、金日成委員長の前を通る光栄に身を震える。王金日成委員長を仰ぎ、万歳の声は長く響き、激しく足を踏み鳴らして火が落ち込むように、この日の熱戦式場に響き渡った歓呼は1930年代初の革命的武力を創建し、攻撃武装闘争を導いて国の解放の歴史的意義を達成した偉大な金日成主席に贈る感謝であり、正規武力を持つ朝鮮人民の喜びでした。まさに朝鮮人民軍の創建は強兵の誕生を世界に知らせる歴史的な出来事でした。勝利の伝統、傭兵術と非凡な英知、比類のない胆力を持つ偉大な金日成主席と偉大な金正日総書記の導きのもとに、朝鮮人民軍は勝利の歴史だけを記してきました。1950年代の朝鮮戦争での敗北について、当時のアメリカ統合参謀本部議長ブラッドレーは、朝鮮戦争は大きな軍事的災難、誤った場所で誤った時期に、それも誤って選んだ敵を相手に行った誤った戦争だったと悲鳴を上げました。朝鮮戦争でのアメリカの敗北、これは場所や時期を誤って選んだためではありません。朝鮮戦争の時、プラウダ市の州長特派員であったウラジーミル・ストルスチコフ氏は、戦争での朝鮮の勝利は金日成主席の卓越した軍事思想と傭兵術の勝利だったと振り返りました。朝鮮戦争の時、ポルトガルのマカオ駐留軍参謀長であったゴメス元大統領も、金日成将軍は世界にまたといない天才的な軍事戦略家、偉大な総帥だと称えました。朝鮮の勝利は国は大きくなくとも、偉大な指導者に導かれるならいかなる侵略者にも打ち勝てることを世界に示しました。アメリカはこれを知らなかったのです。そのため戦後の60年以上にわたる朝米対決でも恥ずべき敗北を重ねました。朝鮮には勝利、アメリカには敗北、これは朝米対決の歴史に記された法則といえる統一する伝統です。世界的な強兵、今朝鮮は完全な核強国だ。
巨船という虎をこれ以上刺激しないのが正しい選択肢だ。アメリカの選択肢が貯存との際は極東アジア地域からの米軍撤退だけだ。北朝鮮に対するトランプの核攻撃の命令に服従しない。これは昨年7月と11月の貯存の相次ぐ大陸間弾道ロケットのテスト発射の成功を受け、アメリカ国内で上がった恐怖の声です。今、朝鮮人民軍は敬愛する最高指導者金正恩元帥の導きのもとに水素爆弾と大陸間弾道ロケット、戦略潜水艦弾道弾、移動式発射台を利用した大陸間弾道ロケットの発射の技術まで保有した世界的な強兵の威容を轟かしています。ロシア連邦共産党沿海地方委員会のアナトリー・ドルガチェフ第一書記はこう語りました。アメリカが聖なる敵倒産の国に襲いかかるなら自分たちの血にまみれてしまうだろうと私たちは自信を持って断言できます。朝鮮人民軍はこれからも勝利の歴史だけを記すことでしょう。不滅の強兵朝鮮人民軍特集をお送りしました。